みなさんこんにちは。ホリスティック栄養士のえりこです。今日はアクアファバを使ってチョコレートムースを作っていきたいと思います。アクアファバというのはひよこ豆の缶の中に入っている水分のことです。このひよこ豆の缶の中の汁を泡立てると、卵の白身を泡立てた時にできるメレンゲのように白いふんわりしたものができます。ヴィーガンの人は卵も蜂蜜も食べないので、こういう卵の代わりになるものを料理に使ったりします。アクアファバのアクアは水、ファバはお豆という意味です。お豆の水という意味です。このアクアファバ、まだ歴史が浅いです。2014年にフランスのヴィーガンの人だったかな、その人によって広められました。そのためまだ研究が追いついていないです。何がこのお豆のお水を泡立ててメレンゲのようにするのか、はっきりと分かっていません。今言われているのはお豆の中のタンパク質だったり、サポニンという泡立てる性質のある栄養素、こういうものが水の中に流れ出て、でそれが泡立てたり固めたりする作用をしているんじゃないかなと言われています。一つ気をつけないといけないことがあります。この缶っていうのは中にプラスチックのコーティング BPA っていうんですけれど、この体の中のエストロゲンを真似する物質、それに似たような物質が塗られていることがあります。ホルモンバランスを崩してしまって、いろんな病気の原因になったりするのではないかなと言われている物質なので、BPA フリーの缶詰を使ってください。BPA が塗ってないからって必ず安全とは言えないですけれど、あまり良くないのではないかなと言われているものは避けたらいいんじゃないかなというのが私の考えです。なので缶詰買うときは必ず BPA フリーと書いてあるものを使ってください。今回はチョイスズマーケットっていうバンクーバーに何店もあるナチュラルフードストアなんですけれど、そこのひよこ豆の缶詰を買いました。私ここのウェルネスエリアで毎週金曜日に働いています。よかったら遊びに来てください。それからもう一つ、アクアファバは歴史が浅いので分かっていないことも多いです。妊婦さんだったり小さいお子さんには勧めていません。私もしょっちゅう食べてるわけではなくて、たまにひよこ豆の缶を使ったら作ってみようかなと思う程度です。どんな食材でもいい面と悪い面があります。なので一つの食材ばかり食べるのではなく、いろんなもの、いろんなところから取れたもの、地元でも今日はこの農家さんから買ったから今回はこっちの農家さんのものを買おうとか、そこまでしなくてもいいですけれど、いろんなものを少しずつバランスよく食べるのが一番体にいいのではないかなと思っています。必要な材料はなんと2つだけです。溶かしたチョコレートとひよこ豆缶の中の水分、これだけです。ひよこ豆缶に缶の中に3分の1カップぐらいの水分が入っていました。それを泡立ててメレンゲ状にしてから、この溶かしたチョコレートを入れて、であとは容器に移して冷蔵庫に1時間以上置いといて寝かせるだけです。とっても簡単で、今回チョコレートシロップ私はいつも作ってるんですけれど、チョコレート溶かしてもいいですし、チョコレートシロップ私みたいに作りたい人はココナッツオイルを3分の1カップぐらい、同じ量のカカオパウダー、それにバニラエッセンスとメープルシロップを6分の1ほど入れます。甘さは自分で調整してください。それを湯煎で溶かしたらこんなトロトロのチョコレートシロップができます。こんなのめんどくさいよって人は好きなチョコレートチョコ板を買ってそれを溶かせばいいです。
で缶詰の中に入ってたひよこ豆は別の料理に使うので今回は冷蔵庫に入れておきます。それでは泡立てていきます。ボウルを傾けても角が動かないぐらいの、これぐらいの硬さになったらメレンゲは完成です。3分の1カップのアクアファバを泡立てたものと3分の1カップのチョコレート溶かしたものを合わせました。これをボウルに入れていきます。